よろしいでしょうか。それではただいまより馬場幹事長の定例会見を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。先週も今年で最後の定例の会見というふうに申し上げたと思いますけれども、その以降ですね、ちょっと皆様方にご報告をさせていただきたいという案件が参りましたので、今日はお話をいただきました。その中身なんですが、来月1月からですね、我が党所属の国会議員全員からですね、毎月18万円の特別党費を頂戴をするということでございます。その根拠なんですが、我々はこの目指す100本法案の中で、この国会議員の定数の削減、また報酬カット、また法律でですね、この我々の歳費から国庫に返納することができるというような法案を出させていただいております。皆さん方もご承知のようにですね、この身を切る改革関連法案、特に我が党として力を入れておりますので、積極的に各政党にも自民、公明、民進、投げかけてまいりました。結果はご存じの通りですね、一本も議論にさえ入っていただけないという状態でこの臨時国会に終了したわけでございます。従いまして、我々は言うばかりではなしに実行する有言実行の政党でございますので、まず自らですね、この報酬2割分を一度公職選挙法の関係がありますので、一度党に党として納める、その金額は1人当たり毎月18万円ということでございます。これをトータルするとですね、400数十万円になりますが、数的には丸い数字に変えてですね、被災地の方に毎月我が党の国民が、復興のために当てていただく知恵としてお持ちをさせていただくということで、決定をいたしました。繰り返し申し上げてまいりましたが、この東北大震災に関してはですね、当初国会議員も発生以降半年にわたって毎月50万円の歳費を、東北地方に寄付をいたしておりました。それ以降も数字はその都度変わりましたが、一定の報酬から、東北地方の震災復興のために、寄付という形を取ってまいりましたが、時限立法ということもあって、法律が切れた後はですね、いくらそういうことを続けようと申し入れをしても全く受け付けない。一般企業の方もですね、実は3年間、この税金で、震災のための財源を拠出をしていただいておりましたが、なぜか1年前倒しで、終わっております。ただ国民の皆様方にはですね、平成49年の12月31日まで、これ、税金を上乗せしてですね、国民の皆様方にだけ震災復興のための財源を お願いをしているという状態でございます。国民の皆様方の多くもそういうことに関して、疑問、またクレームをおっしゃっているわけではありませんけれども、いろんな社会保障の負担、また消費税の増税というものが控えている中でですね、国民にだけこういった負担をお願いをするということについて、税金で生活をさせていただいている我々がですね、それに甘んじるということは維新スピリッツに大きく反することだというふうに判断をいたしました。先週の役員会で、全員一致で、この震災復興に対する協力というものが認められましたので、冒頭申し上げました。
1月から1月の支給分から18万円を取りまとめて、順番にですね、毎月順番に確保し、国交のための財源として震災自治体にお届けをするということでございます。私らは以上でございます。それでは質疑応答とさせていただきます。教師の上所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。毎日放送の方です。先ほどのこの18万円の件なんですけども、これはいつまでというような期限は聞いているんでしょうか。我々が出しております入居率改革関連法案、これでですね、債務削減とか、また主的な債務を国庫に返納するとか、そういう法律が通れば、まあ、この措置は解除してですね、しかるべきそのルールに従ってやっていくということになりますが、まあ、その法案が通らなければ未来永劫をやっていくということになります。これは地方ではですね、すでに、まあ、堺市でも福岡市でも北九州市でも自主的に地方議員さんやっていただいておりますので、でも長いところでは、3年4年です。そういう、まあ、報酬から被災地への協力をしているということをやっておりますので、まあ、国会議員を遅きにしているという、まあ、状態でもあるわけです。その他これ交渉相手がある話ですので、
まあ、遠藤和馬両国対委員長がですね、これ3人の場においてまずこう議論をこうやっていただかなければなりません。まあ、我が党としては党を挙げて各政党に対して、申し入れを行っていくということですが、やはりその交渉相手に、の意向というのがあると思いますね。まあ、できるだけ多くの賛同をする政党が集まれば成立する可能性というのが非常に高まってまいりますので、まあ、我が党として、優先順位を決めていくのと同時に、まあ、この説明をした上での感触ですね、まあ、すでに何本かはですね、これは非常にいい法案だという評価もいただいている法案もありますので、まあ、そういうご協力をいただきやすい、賛同を得やすい、そういう法案から、まあ、処理していく、そういう実際にはどういうことですか。臨時国会ではですね、まあ、打率ゼロというふうな結果ですけども、まあ、これに関してですね、まあ、なんとか1分ぐらいにならなかったのかですね、何か恨み節とかですね、ご意見、ご注文、自民党にこんなに協力もしたのに、どういうことなんだとかですね、なんかそのあたりの心持ちについて伺いたいと。まあ、法案についてはですね、賞味期限があるわけではありませんので、何度も申し上げてまいりましたが、これは我が党の財産にこれからなっていると思います。まあ、この100本法案、ホームページでも公開をさせていただいておりますので、国民の皆さん方も簡単に今ご覧いただけるわけであります。まあ、違いまして、これ100本見ていただくとですね、維新の党というのはどういう、維新の会というのはどういう政党なのか、どういう考え方を持っているのかというのがよく分かっていただけると思うんですね。ですから、まあ、単純にこの成立だけを求めて追い求めていくということではなしに、まあ、そういう側面的な意味合いもありますので、別に一本も成立をしなかったからといって下を向いているわけではありません。まあ、堂々と胸を張ってですね、次の国会以降で、これ論点を残していく、また戦略的に格闘と議論をしていくということで、まあ、夢と希望いっぱいに満ち溢れている気持ちで。共同通信の方ですが、政府の働き方改革実現会議で、正社員と非正規労働者の大きな待遇の格差を指針案がまとめられますが、それについてどのような考えをされていますか。まだその中身は見せていただいておりませんけれども、まあ、同一労働同一賃金が始まってですね、まあ、それぞれ この男女という性別、また若年層、高齢層という、まあ、年代別、まあ、そういういろんな切り口で働き方というのを考えていかなければならないというふうに思います。私は昨日地元で堺の企業の経営者の皆様たち意見交換してきましたけれども、まあ、働き方も大事なんですけれど、やっぱこう慢性的な人手不足というのがあるんですね。ですからその、まあ、数、人数、そういうものをいかにこう働き手をいかに作っていけるかということが、まあ、現場レベルでは大きな課題だということがよく分かりましたので、まあ、女性を含めてですね、働いていない皆さん方がいかにこの社会のために貢献してもらえるようなそういう場を作っていけるかというのが大事だと思いますので、まあ、いろんな観点があると思いますけれども、まずはそこが大事。いくらいい制度を作っても、ここで働く方がいないということであれば、まあ、絵に描いた文字になると思いますので、そこが一番大事なポイントだというふうに思います。東京新聞の原田です。よろしくお願いします。先ほどお話しあった100本法案の関係ちょっと伺いたいんですけれども、まあ、たくさん出すっていうのは、
制度として素晴らしいことだという前提の上でお尋ねするんですが、例えば生活保護法のところもありますけれども、これ中身に関してですね、ギャンブルをしてしまう、まあ、して要求してしまう恐れがあるというふうなところで、まあ、そういう具体していることで、社会的な偏見を助長するという批判があったりとかですね、あるいはそのパチンコ競輪系はで、まあ、分けて出しているということで、本数を稼いでるだけじゃないかというような批判が、まあ、聞こえてきます。これに対する会長の反論とですね、あと会期末、当初の会期末だと11月末までには、その時点で半数ぐらい、100本のうち半数ぐらいしか出して、出すことになくて、実際、結果的に最後、仕上がり的に、まあ、こう増えていったというのがあって、それまで時系列的なものもあると思うんですが、駆け込み的ではないかというような意見もありますが、それぞれに対してお考えをお伺いします。今おっしゃいました最初の質問の中で、一番の重要なポイントというのはですね、パチンコはギャンブルじゃないんですね。これは多くの国民はパチンコはギャンブルだと思っていて、パチンコはギャンブルという遊戯で、競輪競馬協定というものに関しては、これ公営ギャンブルということになっております。まあ、そこで一線を引く必要はあると思うんですね。その生活保護の皆さんに対するその規制ということについては、公営ギャンブルと遊戯を一緒にするというのはちょっとおかしな理由になると思いますので、その辺でまあ分けているということがあります。いずれにしても生活保護者というのはですね、まあ、その方その方でいろんなまあ自由があります。だから一般国民から見ておかしいんじゃないかという、まあ、部分もあるのはこれ事実です。やはりこの生活保護の原資も税金でありますので、納税者が納得できるような制度設計というのがこれからの生活保護に求められていることだと思いますので、まあ、その一端をギャンブルの規制ということで、やらせていただいているということでございます。で、まあ、後半の方に随分後半で出てきたんじゃないかという、まあ、ご指摘ですけれども、まあ、これ基本的な考え方は党として、我々また政庁の方で取りまとめているわけですけれども、これを完全に法文化するのはですね、事務的にこの法制局というところでご存じだと思いますが、やっていただいております。まあ、法制局の方も人数が限りがありますので、一度にですねそのやるということをどんどんとですね、法案を作るということが物理的に厳しいということでしたので、まあ、順番に処理をして、いただいておりましたが、まあ、後半になってですね、その作業が一気に実ってきたということで、まあ、そういうような事情の中で、まあ、後半にドカンと、まあ、法案が出てきた、そういう物理的な面での、まあ、対応ということでございます。関係でよろしいですか。関連でなんですけれども、先ほどおっしゃった生活保護のギャンブルと、公営、まあ、公営競技とその遊戯というのは違うというような趣旨だと思うんですけれども、まあ、全部例えば競馬法、とか競輪とかっていうのを分けてやってますが、そこら辺は逆にいわゆるギャンブルでまとめてもよかったんじゃないかっていうのを気がするのとですね、まあ、それに対してどう思うかというと、まあ、先ほど交換職を得ているような他党と今まで交渉の過程の中で交換職を得ているというようなことがありましたけれども、例えばどの法案でどこの党からどういうような感触を得ているのか、大変的なところで検討させていただけますでしょうか。あともう一点だけ、来年これ、まあ、101本出てるわけですけれども、ちょっとさっきは優先順位と重なるところもありますが、基本的に全部出すっていう方向で考えてらっしゃるのかと思います。公営ギャンブルもですね、ご存知のように競輪、競馬、協定、それぞれ所管官庁違うんですね。ですからやはり所管官庁ごとに出さないと、これまあ専門的な話になってしまいますが、その公営ギャンブルだからといって一括に出すというのは、まあ、所管官庁がこう複雑になりますので、そこは所管官庁ごとに分けているという、まあ、技術的な部分だというふうに、まあ、ご理解いただきたいと思います。で、まあ、101本法案の中で、いい官庁がどれかと、まあ、これは企業秘密ですので、どれかというのはちょっと言いにくいですけれども、
まあ、自民党さんからも公明党さんからもこれはいい法案だねという、まあ、好感触を得ている法律があるということでありますので、まあ、通常国会にすると6ヶ月間、時間がありますので、こちらも、まあ、じっくり腰を据えてですね、この交渉をしていけると思いますので、まあ、その辺は来年の通常国会をお楽しみにということになると。あ、でも全部出すっていう、全部提出するという方針で臨んでいきます。読売新聞の重信です。先週の土曜日なんですけれども、小池知事に語ってもらわないといけないという日本の人です。これは馬場幹事長とどういうことですか。この飛び込んだというのがですね、イタリアのちょうど真ん中のあたりにある、まあ、ローマ時代にですね、渡ってはいけないと、軍隊は渡ってはいけないという、まあ、取り決めになっている、その川をシーザーが、カエサルが渡ったということで、まあ、それ以降こう、身を捨てた戦いを行っていったわけであります。まあ、そういう観点からですね、我々大阪維新の会は、この自民党から、離党勧告というのを創設の頃に出されてですね、全員が連名で、離党届を出した。これがまさしくルミコン川を渡っているわけなんですね。長くお世話になってきた自民党を離れて、新しいその政策集団を作って、新しい政治を作っていくというためにはですね、頑張っているということだけではなしに、退路を断つということが非常に重要だと思いますので、まあ、小池さんはまだ事務総席でありますし、後継指名した若狭さんも自民党所属の就任議員であります。まあ、彼ら2人を応援した国会議員7名だけが除名されているという状態で、我々もその道は経験をしてきた道ですので、そういう意味でこれからの小池都知事のご判断、我々と同じようにルミコン川を渡っていただかないと、なかなか一緒にやっていくというのは、ね、難しいんじゃないかというのが、まあ、私と勝井代表の基本的な考えです。それはつまりその自民党を離れて、新党を立ち上げるということですか。来年の予算議会ですね、3月議会になりますと、どういう展開になるかというのは、はっきりとは分かりませんけれども、まあ、おそらくそういう局面になってくるんじゃないかなと思います。最大会派であります自民党を敵に回して、予算を成立させていくという状態になっていくわけですが、そうなると、まあ、自民党、時には黙っていないということになりますと、まあ、頂上発進になってきますので、まあ、他党のことですので、そこでどういう、まあ、対処をするかというのは私たちには分かりませんけれども、まあ、厳しい局面を迎えるということは間違いがないと思いますので、まあ、ルミコン川を渡らずにですね、上手にルミコン川を泳ぎ切るというのは無理じゃないかなというふうに思います。もう一点だけです。自公がまあ連携を解消して改めて、新しい局面になってきたと思うんですが、まあ、改めてその維新としての今後小池知事との距離感をどうついていく考えていきたいということと、ルビコン川を渡ったら付き合い方が変わるということですか。まあ、一部報道で、まあ、対抗心をあらわにしているとかですね、敵意をむき出しにしているというような報道ぶりがありましたが、まあ、私たちは別にそういうことを思っているわけではありません。ただ連携をしていくためにはですね、まずそういう覚悟というのが必要ですし、政策の一致というものも必要です。まあ、東京都は地方交付税交付団体で、まあ、財政的には裕福な自治体だというふうに言われていますが、それは今の話でありまして、これだけ人口が集中してきますと、今すでに起こっている子どもたちの受け皿の問題、そして10年、30年経った時にですね、この高齢者の絶対数も多いわけですから、この社会保障費の伸びというのは、おそらく日本で一番伸びる可能性のある数
そういう時代だったんですので、まあ、今が裕福だからもういいわというのが、この今の日本の状態を作っているということで、高度経済成長期の時にですね、やはり先を読んで、しかるべき手を打っておくべきだったと思いますが、まあ、毎年増加する税収を見てですね、それをいかに配分するかということだけを政府は考えていた時代がありますので、もうぼちぼち東京都もですね、そのどんどん身を切れとは言いませんけれども、そういうことを見越した、まあ、対策を考えていく時期はやってきていると思います。まあ、大阪でやってきたこの改革は、私はどの自治体にも通じていると思いますので、具体的に何をするかは、まあ、別としましても、そういう感覚で東京都政をやっていくということが全面的に出てくればですね、東京と大阪と協力をしながらやっていくという、まあ、状況を迎えるかと思います。事実進行すると、すみません、2点確認させていただきたいんですが、一番最初に冒頭におっしゃっていた18万円の年明け候補者が擁立できなければ馬場幹事長が出ることも辞さない、そういう強い覚悟で臨むということではないかと言及されていますけれども、ご自身の出馬を含めてですね、堺市長選の現地で決まっている対応についてお願いいたします。非常に心臓に悪い質問ですけれども、まあ、松井大臣の言葉の通りですね、今というか、まあ、年明けから集中的に候補者の擁立に向けて作業を進めていきます。まあ、前も申し上げましたが、私も週末ごとに堺に帰っても、この東京の活性化と比べてですね、また大阪市のこのにぎわいと比べて堺の衰退ぶりというのはもう目に余る状態になってきておりますので、これはまあ町を変えなければ改善しないということは事実であると思います。まあ、従いまして、不退転の覚悟で、必ず候補者を応援するということで、
たちが、まあ、代表からその責任者として指名されているわけですから、もしもの場合はその覚悟を持ってですね、臨んでいくということで、まあ、ご理解いただきたいと思います。前回私がまあゲスト的に参加をさせていただきましたが、まあどういう雰囲気かと言われると、政治家同士がですね、こう紙紐をつけて、話をするというような雰囲気ではないんです。まあ、長らく会っていなかった友人がですね、久しぶりにまあ会って食事をしているというまあ状況ですので。あまり皆さん方が思うような生臭い話というのはありません。まあ、おそらく今回も、そういう、まあ、半年間、前回7月にしたので、まあ、半年間を振り返って、その後どうというような中で、まあ、食事をするんじゃないかなというふうに思います。通常国会も先ほどから出ております、まあ、天皇陛下の長男の問題であるとか、まあ、いろんな問題、働き方の問題であるとか、これももう待ったなしの状態だと思いますので、こういった大きな課題があると思いますので、まあ、その辺での意見交換というのは、されるんじゃないかなというふうに期待をしています。その他ご質問ございますか？法案の話を伺っておりますが、私は現場を預かせてもらう立場としてですね、一番感じていることは、やはり国会改革の中でやっていかないと、少数政党が、まあ、101本出させていただきました。しかし、まあ、審議すら置いていただいてない。国民は法案を提出したということは、まあ、審議をどこかでしていただいてるんだろうなというのが一般論だと思うんです。しかし全く委員会にすら避けられていないという状況を考えたら、少なくてもこの法案を審議するかどうかということを委員会なり議運なりで議論をして、そこで付託するかどうかという議論はしていただかないと、これから先いくらいい法案を提出しても無駄になって、これ出すだけになっちゃうということになるし、先ほど東京新聞さんの記者さんがもらいましたように、ギャンブル、生活保護のギャンブル依存症の問題も、まあ、これ公営とパチンコと遊戯とは違うんじゃないかというところも、まあ、これを一つにまとめて、議論をしていく場が必要じゃないかということも提案ができると思いますし、それをするのが私は議運であったり各委員会の持ち場、それから役割だと思いますから、こういったことも国会改革の中でやっていかない限り、今すべての議員立法は全会一致なんですね。立法府としてこれどうなのかというのも考えざるを得ませんし、実際にこの状況を変えるためには各会派、各政党が真摯に議論していかなければ、与党以外のですね、は無理だと。まさに IR 法案がこういう状況になりましたけれども、他の議員立法については全て全会一致、これが全ての今状況だと思いますので、きちっとした立法府のあり方を議員立法はそれぞれの意識を、まあ、我が党は我が党で提出しているわけですから、まあ、議論をしてですね、そこで、このテーマは扱わないということも考えていただかないと、もう国体成長のレベルで終わってしまうというのが実情ですので、上階に向けて、我々はこういう国会改革の中で、立法府の在り方というものをきちっとお伝えをしていきたいと思いますので、来年以降もどうかよろしくお願いいたします。以上です。もし大臣にご質問とあれば。それでは
定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。皆さん、良いお年を。ありがとうございました。今年会わないから。僕らはまあ、来年からいよいよ、国団委員長の定例会見。ああ、どうぞ。